ていただいたりとかっていうので一応サインをいただいていました。DJ にもクラブ、ケリューにも、はい、クラブシーンがあった。そうですね、今はちょっとなくなっちゃったんですけど、ヨーロッパ屋さんも多くて、みんな高校生がいっぱい街中うやうやしてたんですけど、お店始めた時なんかは、高校生はそういったお店にたまる場所もないので、はいはい、もうみんなすぐ帰ってしまってっていう状態があったんですけど、今だってようやくというか、ここ数年で若い方々がお店を始めることが多くなってきて、その時代高校生だった人たちが大人になって、よし、なんか地元でやってあるみたいな雰囲気ってのはあるんですかね。もしかしたらそれはあるかもしれないですね。話を聞くと結構もう、まあ、20代後半の方ですか、若くても20代半ばの方たちが今古着屋さんを始めたりとかっていうことが結構多くなってきたみたいなので、やっぱそういったそのやっぱ一番というか今よりもちょっとこう栄えてなかった桐生を高校生とった時の高校生がちょっとこう盛り上げたいっていうのもあるかもしれないですね、はいはい、それと合わせて、まあ、僕たちもやっぱり若かったあの時を桐生をもう一回戻したいっていう気持ちもあるので、そういうのやって今ちょうどこう若い人たちがこの街を盛り上げようとしてくれてるっていうのはすごい感じますね。そういう意味で言うとなんかハウス大名盤とかはあるんでしょうね、きっとね。おすすめハウス名盤。そうですね。これ結構変わったのかもいいですよね。これハウスじゃないですよ。これハウスじゃないですね。そうですよね。洋バターっていう、まあ、ラテンソウルになってる。これ新婦？これはあの、まあ、一応再発なんですね。はいはい。はい、一応洋バターっていう方が2006年に、うん、あの出したアルバムなんですけど、うん、それを復刻されて出た。はい、そうです。復刻版として出てるものを送ってきた。ということは、それはちょっとこう、もう人気があり、復刻の要望もすごくあって、出た。やっと出たっていう。そうですね。これ復刻版？これ復刻版ですね。ですよね。はい。オリジナルだとまたちょっと、あのジャケットのカラーが違かったりっていうので、あ、そうですか。はい、一応枠紙分けているんですけど、復刻版として今回。ちょうどたまたま、もし入ってきたものだったので、店内でかけてました。そうですか。なんと。シンガーソングライター、はい、視聴版はありますか？あ、そちらで聞けば視聴版になりますね。え、そうですか。うわ、これかな。ちょっとじゃあかけてみます、はい、これもほぼジャケチョイスなんですけどね。これでも2台あると楽ですね。そうなんですよね。これかけながら、はい、こっちで準備ができる。準備して、なんかこうバトンって切らなくて済むっていう。そうですね。そこもまあスムーズに視聴が可能っていうのもありますね。大きな展開が変わるってことはないじゃないですか。そうですね。だいたい1分ぐらい、はい、菅さんの説明をもう一回見せてもらって、
ビエントみたいなこともやってるんですか。ですね、まあ、アンビエントの要素を入れたというところなんですけど、これだな。ちょっと逆転勝ちだな、これ。勝てました。サラボン。はい、決まりました。ありがとう。かけてみます。ちょっとかけてみます。ちょっとじゃあ行ってくれ。もう時間オーバーですいません。あ、いいいい。大丈夫です。すいません。大丈夫です。また逆転かっていう感じがあるだから諏訪さんかけるとみんなよく聞こえるんだよ。ありがとうございます。ちょっと違う曲もかけて、いやいやこれも好きですよ、こういう感じで。あ、でも違う曲、違う曲もまたちょっと違う雰囲気のある曲があるので、諏訪さん、ところであの店名の由来っていうのはどういう。これはですね、はい、僕が好きなジャズピアニストのマッコイタイナーっていう方の、はい、あ、はいはい、ありますね、はい、ファーストの、はいはい、インセプション、はい、がインセプションっていうので、はい、そこから、そっから来てるんですか。いただいてるというか使わせていただいて、で、まあ、最初お店始めるときにどういう名前がいいのかなっていう、はい、でたまたまそのマッコイタイナーが好きなので、あ、ファーストアルバムってインセプションだなっていうので、インセプションの意味を調べてみたら、まあ発信っていう意味だったり、発端とか始まりっていう、何かこう始まるような意味合いが込められてたので、あ、じゃあちょっとここから拝借してインセプションという名前を使わせていただこうというのが由来です。名前いいですよね、インセプションって。かっこいいですもんね。はい、教えていただけてよろしいですか。3300円で、ちょっと美しいんですよ。内容的にはゴブゴブに近いで、復刻ではないんです、ね、あ、復刻ではないです、うん、あ、2019年ですね、うん、3年前ですね。3年前、あ、2019年、3年前です。いやで決まりです。Não queria saber desse amor.
枚組でしたね。こちら2枚組です。2枚組の決め手になったんだよ。せこいかな。1800円になります。あ、これあまりにもど真ん中なんですけど、はい、ドイツ版持ってないんで。あ、そうですね、ドイツ版ここで、ね、あの遭遇するとは思わない。じゃあこちらで、はい、失礼します。Starts to move as soon as Pata Pata starts to move.